こんばんは。はじめまして、松本です。あ、小林です、はい。よろしくお願いします。そしたら、改めて、はい、全国大会出場おめでとうございます。ありがとうございます。で、はじめに、簡単な、はい、まあ、僕はお名前知ってるんですけども、はい、名前と、チーム名をちょっと言っていただけますか。はい、名前は小林俊一と申します。はい、チーム名はフォーティーズ、広島フォーティーズ。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしたら早速質問なんですけども、はい、まあ、予選で広島の大会も含めて、広島と中国大会の中で、はい、しんどかったなっていう試合とかあったら教えていただきたいんですけど、これはこことやった時がしんどかったなとか、きつかったなっていうような。広島のリーグなんですけど、はい、やっぱり、まあ、毎年四十柄、広島四十柄の試合はかなり、あの、緊張感のある試合で、はい、本当に、まあ、緊張感って面白い試合だなと、はい、感じてます。はい、あと中国大会、今回の、はいはい、ここはやはり、まあ、ちょっとリーグと違うので、まあ、はい、2日間で4試合戦って、はいはい、結構きついですよね。結構きつかったんですけど、今回やはり、メンバーも18人ぐらいいて、はいはい、そのメンバーを、まあ、前半後半でかなり入れ替え、はいはいはい、で戦って、まあ、すごくしんどかったんですけど、なんか、まあ、結果勝てたんですけど、今後のちょっと全国大会に向けては何かいい、はい、シミュレーションであったのかなとは、はい、思います。小林さん、失礼ですけど、はい、今何歳ですか。あ、僕、45歳。45歳ですか。はい、そうしたらあれですね、函館の時にはいてはったんですね。あ、はい、僕初めて函館の時から。あ、はい、そうなんですか。僕ね、はい、まあ、こういう、YouTube の活動してるんですけども、はい、藤枝、静岡の藤枝 FC のトレーナーもやってて、はい、あ、そうなんですね、はい、で、函館で、広島さんと当たったじゃないですか、はい、そうですね、はい、で、あの時も僕、あそこにはいてたんで、はいはい、会場というか、トレーナーでついてたんで、はい、だから、ね、こう全然こう今初めて会うてるけど、でもね、どっかに繋がってんねんなと思うと、ちょっとね、こう、やっぱりこういうシニアサッカーをやってよかったなって僕は思ってるんですけどね。ああ、すごいですね、本当に。はい、で、小林さんは、背番号が58番なんですよね。あ、そうです、今は、はい、はい、で、宮本さんに簡単に聞いたんですけど、はい、小林のコバで58やって言って、それは違うんですか。はい、そうです、おっしゃる通りです。意識的に、はい、58番を選んだというか。そうですね、何番でもいいって言われたんで、はいはい、本当は最初9番だったんですけど、はいはい、8番を、はい、選ばせていただきました。ね、聞いて、ああ、なるほどと思って、僕ね、はい、俺やったら、自分やったら何になるのかなと思って、僕、松本剛って言うんですよ。はいはい、僕やったら244やから244番と思ってちょっとそれはちょっと大きすぎるなと思って、番号が、はい、小林さんとかでコバってちょうどね、いいなとか思ってたんですけどね。そうなんですよ、はい、はい、ちょっといい語呂があったんで、はい、はい、6番でもいいって言われたんで、はい、58にさせてもらいました。全国大会の時はね、それでこう小林さんを58っていうので、すごく見つけやすくなると思うんで、はい、まあ、ちょっとね、YouTube でこう、これを見た人は58番パッてこう見ると思うんで頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい、で、次に、例えば広島さんのチームのこういうところが、まあ、チームのいいところで、見てほしい特徴があるよっていうようなところがあったら、ちょっと教えてほしいんですけども。そうですね、まあ、今年は去年、まあ、去年も全国大会参加させてもらったんですけど、予選1回も勝てずに3引き分けで終わったので、はい、まあ、今年の目標はもう予選をどうにかして突破したいって思ってます。で、まあ、フォーティーズの、まあ、強みはやっぱみんな結構うまいので、まあ、そこが一致団結すれば、はい、
人はいけると思うんで、先ほど言ったように、まあ、みんなが責任を持ってやっぱり絶対に僕が出たら活躍するんだっていうようなところが出せれば、はいはい、まあ勝てるんかなとは、はい、思ってます。まあ、そこはちょっと強みかなと。まあ函館でやった時も前評判もすごい、もう死のリーグやと思って、京都さんおるし広島さんおって、はい、めちゃくちゃしんどいやんっていうね、あれでなんとかね、藤枝は上に上がることができたんですけど、本当しんどい試合ばっかりで、ね、もう広島さんとかね、京都とかとはあんまり当たりたくないなっていうところがあるんですけどね。そうですね、本当に、はい、まあ、やっぱり、まあ、20名登録できるんで、25か、はい、25登録できるんで、まあ、本当にターンオーバーじゃないですけど、いろんな人が出ても大丈夫やな、ね、うまいことこうね、はい、回せれば一番、結構日程もタイトなんで、そうですね、はい、そこはできればなと思います、はい、ありがとうございます。そしたらあんまりこれは質問というのはサッカーと関係ないかもしれないですけども、はい、広島に、まあ、来たら、ここに行ってくださいとか、こう広島の、まあ、名物というか、ここ見たらいいですよっていうような、みんなにこう広島のいいところを教えてあげてほしいんですけども。広島のいいところですか、やっぱり、はい、もう好きなのは宮島が大好き。あ、宮島ですか。これ宮島行ってもらって、はいはい、やっぱり美味しいものがたくさんあるので、そこでいろんな食べ物を食べてもらいたいなとは思います。はい、僕後輩がね、広島の呉におって、宮島も何回か行ったことあるんですけど、はいはい、一番驚いたのは、うどんを食べてるときにお店に鹿が入ってきて、はい、鹿入ってきたやんってこと。なんかもう自由に鹿歩いてるじゃないですか、奈良公園みたいな感じで。そうですね、はい、はい、で店にもこう入ってきて、うわすごいなここと思って。で建築物もね、なんか石の上にあれ置いてるんですよね。そうですね、はい、建ててるっていうよりもなんかこう 石がなんかあって、その上にこう積み重ねてるというか、はい、あれもね、なんかもうこれ台風とかあんな時にどうなんねやろうとかちょっと心配なんですけど、あれは大丈夫なもんなんですか。いや今回も今まさに台風が来てて、はいはい、やはり対策は、まあ、台風対策はしてると思うんですけど、はい、毎月、まあ、来ても大丈夫なのに、はい、やってるみたいなんですけど、僕は呉の、はい、人がいて、はい、フィフティーズにバーをやってる方なんですけど、はいはい、この人に連れていた行っていただいたのが、本当にまあ呉の屋台、はい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 、ちょっと今やってるかコロナなんで、はいはいはい、本当に、はい、ぜひ行ってもらいたいなと思います。もうでもね、20年ぐらい前なんですけど、ドニーチョって言って、なんか土曜日と日曜日になったら呉の商店街のところにこう屋台ぶわーって出て、はい、夜店みたいなんとか、はい、そうそうそう、はい、ずっとやってて、はい、ね、すごい、はい、で一番びっくりしたのが広島で、はい、まあ はい、その店だけかもしれないですけど、はい、鶏の唐揚げを頼んで、はい、でご飯食べてたんですけど、全然唐揚げけえへんくて、おばちゃんにおばちゃん鶏の唐揚げまだ来てないねんけどって言うたら、はい、さっき出たよって言って、え、いやいや、僕らのイメージは鶏の唐揚げっていうのはこれぐらいの丸いなんか鶏肉のがポンポンポンで5個ぐらいあるようなのが、はい、唐揚げになってるのが鶏の唐揚げのイメージなんですけど、はい、そのおばちゃんは鶏1枚をそのまま唐揚げにしてて、はい、あれが唐揚げやとか言うて、あ、そうなの、はい、なんか変わった店やなとか思いながら、ちょっと大阪とちょっと広島とこれちゃうんかなとか思いながら、広島でも唐揚げは本当にこう丸のやつが唐揚げですよね、はい、そうですね、松本さんと僕は同じ、はい、その店だけがちょっと特殊な店やったって感じですね。じゃないですかね。はい、ありがとうございます。最後なんですけども、はい、まあ、大会に向けての抱負というか、はい、お聞かせていただきたいんですけども、まあ、先ほどもね、はい、言っていただいたと思うんですけども、ね、まあ、予選をはい、去年勝てなかったからっていうので引き分け取ったからっていうのが、一つだと思うんですけど、はい、
もう一つもうちょっとこう大きな目標というかそうですね、本当にまあ先ほど言った通り、今年はまあ何とか予選を突破して決勝トーナメントに3、まあ、進出したいというのと、はい、やっぱり僕の大先輩である、ま、あの松尾先輩がいる、はい、ジェイダー、あーあの明治の、そうですよ、はい、そうですね、あ、言うてましたね、松尾もね、今ね、あの監督やってはるんですよ。あ、そうなんですよ。はい、今年から監督なんですよ。あ、本当ですか。はい、嫌ですね、本当。まあ、相変わらずね、やっぱりこういう、まあね、もう今、都市で言うたら、もうだいぶ上の方になってきてるけど、はい、センターバックでまだまだ活躍してます。はい。で、監督兼選手。監督兼選手ですね。はい。頑張って、ちょっと予選突破で、ね、ちょっと決勝ぐらいで当たるのが一番、まあ、理想というかね。そうですね、本当に決勝で、はい、松尾先輩と当たって、はい、勝ちたいなっていうのが、はい、目標です。はい、ありがとうございます。いい、以上で質問は終わりになるんで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。すいません、本当に。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。いや、こちらこそ、また11月、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼します。はい、